以前の相談の報告ですと、虐待の可能性があるとお伝えした生徒の件ですと、その後進展がありましたのでご報告しますと、はいはいはい、長女が指定校推薦で大学進学が決まりました、それをきっかけに長女は実家の 近所ではありますが、一人暮らしをすることになったそうですと。過去、学費や家賃などは父親が負担しますと。母も精神疾患から DV されているのは気がついているが、夫と離れて3人の子供を育てる自信がない。との理由で二の足を踏んでいたそうですと。退職を機にみんなと面談を した結果分かったことも多くと、えー、最後の私からの言葉として支援は必ず受けられる。子供を守れるのはお母様だけですよ。子供たちの心が完全に壊れてしまったら完治なんてしないんですよ。と伝えましたと。プーさんの多くの配信から学ぶことが多く、いろいろな言葉を拝借しましたと。ありがとうございましたってことで。あ、まあじゃあ、うん。あの、いや、俺の配信はね、あの、長文大歓迎なんで。 はい。その方が情報が分かりやすいじゃないですか。ということで、まあまあ、一応まあ、進展というか、まあ、お母さんが、あとは踏ん切りつけられるか、ね、最後の一歩踏み出せるか、踏み出せないかっていうところね。うん。ということで、まあ、一応その話はできたってことですね。うん、よかったっす、よかったです。まあ、あの、あなたにできることは、もう本当にそれで、あの、それ以上は今度出過ぎた真似,真似になっちゃうんで。そう。だから本当にいいところだと思うっすよ。うん。あの、いいところで止めてると思うです。だからそれで、俺は、あ、OK だと思いますね。はい。 っていう感じでございます。まあ、そうっすね。お母さんがね、それでね、まあ、動いてくれたらいいなっていうところではあるっすけど。まあ、どうかなちょっと厳しいかな。うーんで、まあ、あと、長女がね、どういうムーブをするかっていうところもあるし。うーん ところですかね、うん。まあ、そういう感じでございます、うん。ただ、長女の家に逃げることもできると思うので、一安心しつつ。まあ、逃げることもできる。うーんでも、結局、要は虐待の一番怖いところってそういうね、逃げて、じゃあ、いざ最終的には帰らなきゃいけなくなるわけで。で、長女の家もね、親父が出してるってことであるんだったら、 まあ、そこの支援切ることもいくらでもできるわけだし、っていう変な話になってきて、最終的に、ね、そこのさじ加減、親父のさじ加減次第だったりするんで、っていうところだったりするんでね。だから逃げて結局戻って、戻った時にすげえ怒られるみたいなのが一番怖いわけだから、そう。だからそういうところでね、結局、 まあ難しいとこっすよね。うーん。まあ、そうっすね。でも、あの、あなたにできることはでき、あの、やってくださったと思うんで。うん。俺はそれでいいと思うっすよ。はい。っていう感じっすかね。まあだから、あとはそこら辺どうなるかっていうところで、あとはもう、ね、その、お母様次第っていうところだと思うんすけど。はい。っていうことっすかね。あともう一個はね、俺なんか新聞社とかなんじゃかんじゃそういうところにもなんか俺垂れ込んでいいと思うっすよ、マジで。うん。 政治家だったらそれこそね、あの、名前出てるわけだから、そう、なんかそういうのをなんか外側からを大問題にしてやってもいいような気がするんですけどね、ワンちゃんね。うん。そう。っていうね。うん。だから、そういう、なんかまあ、地道に草のね、運動的な感じで、あそこの、その近所で、あの、あそこの政治家のじじいは、あの、自分の子供虐待してるっていう話を、 あのー、いろんなところで不意調するとかね。うん。そうそう。そういう風にしていって、なんかこう、噂を立たせてっていう、そういう話もワンチャンないことはないですからね。うん。それはそれでありなんじゃないかなって。っていうか、ワンチャン、俺、それ、電話してもいいっすけどね。その政治家に。マジで。録音とかありゃ。そう。マジで。うん。 政治家だったらどっかその政治家のね、事務所とかなんかのそういう電話番号出てるでしょ、どっかに。うん。そう。で、俺それやってもよいいっすけどね、全然。うん。本当にワンチャン。うん。そうそう、週刊誌にリークとかそういうのもありだし、そう。っていうね。うん。だ、まそんなクソ野郎だから、ね あのー、てめえの利益しか考えてねえようなクソみたいなよくある政治家だろ、どうせ。そんなもんは。うん。私は退職しているので、あとは部下に任せつつ相談には乗るつもりですと。ただし、母親がのの望んでいることが不明瞭なので、一旦手出しはしないつもりです。いい判断力、そこっす、マジ。それ大事っす。 よ、よ、あの、俺の動画もちゃんと見てくださってるし、ご自身の、あの、考えもきちんとね、うん、あの、しっかりされてらっしゃるし、DV の証拠が手元にはないっていうことでね、まあそうですね、まあだからそれをなんとなくこう、その、後輩とか部下の人、元部下だった人たちに、まあ、あの、ちょっと情報とか何じゃかんじゃ聞いたりなんか注意してもらったりして、あの、注意深く見てもらったりして、何かしら進展があるよだったら、 そしたら、まあ、本当にそれこそ、あのー、俺にできることだったら全然やるっすよ、本当に。うん。あのー、そこの、ね、あのー、政治家だったら事務所があるだろうから、その事務所に俺から電話するでもいいし。全然、俺は、それ、動こうと思えば全然動けるんで。はい。なので、まあ、あのー、俺の手が必要な時は、あのー、言っていただければ動きますぜ、っていうことなんで。はい。っていうことっすかね。っていうことです。はい。実は、今日から部下もプーリスナー。<laughs> あ,あ、部下 あ、部下。あ、部下見てんのうん。あ、部下見てんのね。あ、だから部下ちょっと見てたら、いや、部下俺より年上じゃねえのうん。何歳部下ちょっとお。部下何歳よ。うん。いや、まあ、でも部下、元部下って言わないと失礼だよ、でも。 元部下って言われると。そう。で、あの、もう辞めたんだから、もう部下と上司じゃないからね。そう。そこはあのー、あの、あの、何すかね。えっ、ー、と、そこはね、間違えちゃいけないですよ、絶対。そう。元部下ですからね。はい。元部下なんで。だから、未だに上司の感じを出しちゃダメですよ。はい。 もうあの、ちゃんとそこは、あの、なんだろう、対等な関係でいた方がいいっすよ、絶対。うん。だから部下と上司のまま言えない方がいいっすよ。もう辞めたんだったら、もう部下と上司じゃないんで。うん。そうそうそう。っていうね。えー、部下、部下ね。今日相談するからリアルタイムで見るように指示しました。あ、元部下。えー、関係性は友人に近い35歳男性。あお、お、年人じゃねえか、お前。<laughs> お年人か、お前。 おうそ,うそうか、そうか。年下かああ。苦しゅうないよおう。苦しゅうない、苦しゅうない。<laughs> うん、いや、まあ、そうですね。だからもう本当にマジで、あのー、その子を何とかしたいっていうところで動くんであれば、本当に俺ができることは全然するし、あだからそれこそ、あのー、ね、その、なんだ、えっ、ー、とー、その事務所にも俺全然電話するし、うん、はい。場合によってはね、はい。なので、あのー、いくらでもそこは、あのー、やる気はこっちはあるんでね。 うん、なので、あのー、なんか、こう、いろんな準備が整ったらいつでも、はい、とか、あのー、何かしら方法をどうしたらいいっていうのが聞きたいなっていうのがあったりすれば、いくらでも僕の、あのー、持ってる知恵はお貸しできるんで、はい、っていうね、ことでございます。 ずん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 ずく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 ずんずく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 ずく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 